あ、来ました、来ました、来ました、来釣っましたた。な？ああ、本当にビーチ、プライベートビーチにいるんですね。いや、本当に船に乗ってるんです今ね。日はスマホなんで、うん、はい今日はスマホなんで、はい。はいはいはい。途中でまた熱もつすぎてスマホってなるかもわからんけど。そういうことね。そういうことね。ああ、いや、すごいなんか、今日は、本当にいいっすね。なんか、船というか、外というか、いいっすね。今日はゴールデンウィークじゃなくて、お盆だから、外なんですか？音声途切れ途切れになってない？大丈夫？いやー、ちょっと途切れになってるかもしれないから。まあでも聞き取れますよ。大丈夫ですよ。なんとかします。大丈夫？もう皆さんちょっと我慢してもらわないとないな。いやー、でも素晴らしいですね。さすがまっちゃんっすわ。おもろいわ。いいっすね。モスクワと日本を中継してますみたい。ああ、今どこにいるんでしたっけ？こういうとこ。こういうとこって言ってもわかんないんだけど。プライベートビーチなのはわかる。うん。こういう。あれが、あれがって？え？れがまっちゃんの船、俺。ああ、はいはいはい。え、まっちゃん一人でやってるの？船乗ってんの？今日は。誰かと一緒？何人か一緒におるけど。で、ああ、こういうことね。はいはいはい。わ、すごこういうところね。っ！わ、めっちゃいいじゃないですか。仲間と一緒にじゃあ行って、のんびりとやってるって感じですね。本当に小さな島のプライベーこういトうと。ビーチね。はいはいはい。いいっすね。で、桟うん。橋にあるのは俺の船だけと。ああ、それめっちゃいいこういうな。感じ。太陽を。こおお、めっちゃ素敵、ん素敵。な感じでございますと。めっちゃ素敵じゃないですか。いいっす。え？めっちゃ素敵でいいっすね。まあ、こういうのが俺の大好きな世界。ああ、やっぱり自由がいいんでしょ？結局、まっちゃんの自由奔放の感じがいいんですよね。多分ね。うん。素晴らしいですね。海の前大好きみたいな。ああ、ほら、やっぱり自はい。由人じなんゃあだ。今日は始めましょう。今日は24はい。日の8月13日でございますと。はい、8月13日でございますね。なんか、地何？震煽りすぎやろ、メディア。ああ、なんかね、え？なんかトラフ地震が煽りすぎですよね。うん。なんであそこまで煽ってんのってちょっ感じ。と煽りすぎよな、あれな。あれは異常な気がするあけど、の時とよく似てる。まあ、こがつく。結局なんか煽りすぎだよねって、結局行動規制してるよねっていうのは本音は思いますね。本当に。なんかあるんでしょうね。2020年の疫病の時と全く折り方が。まあ、でも行動パターンは変わんないんでね、基本的に俺はな。うん。地震来ようが何だろうが結局何なんかというぐらい。変わんない。うん。まあ、なんで、か、関東地方は、ちょっとあれかな？はい。先週は神奈川とか、あっちの方はアラームなったんかな？土曜日ぐらいに。でも、アラームになりました、なりました。うん、なったんですけどね。まあ、なりましたし、地震もあったとかあったので、まあ、間違ってはないんでしょうけどね。間違ってはないんでしょうけど、まあ、別に来るときは来るじゃないですか、結局。来るときは来るし。結局、だから、結局、やんだろう、やり方次第じゃないですか。うん。結局のところは。まあでも、報道というのはちょっと過剰すぎますなと。まあ、情報のコントロールですからね、基本的にね。あ、要は、お国ちゃんの情報のコントロールはいつもまっちゃん言っておっしゃってるじゃないですか。やっぱり。だから、そこなんじゃないかなと思うんですけど、基本的には。そう、情報。で、まあ、地震とかどうこうっていうのも、結局は、うん。建物とか、地とかな。人間が作った人工物の二次災害っていうのが、で、災害ひどいわけですからな。うん。そうですね、それが一番大きいですね。海と山と自然の世界やと、そんなに大きな災害も、まずはないんやけどな、ほぼほぼは。うん。まあ、ほぼほぼ、あれもまた災害も人間が作り出してる部分もありますからね、ちょっとね。そうなんですよ。人間が作った建物で押し潰されるみたいあ、そう、結局はなんか人間が作ったものが、結局自然っていう力で潰れてこうなるわけだから、別に結局
結局全部人間が作ったものなんですよ。で、みんな人間が作ったものに踊らされてるんですよ。しょうがないですよ。これ、これ。でも、面白いそうそう、行き詰まるといつ、そうね。ね、行き詰まるともう災、じ、震災とか戦争とか、な、あんなことばっかりやってるわけよな、あれ。結局全部だ宇宙がつながってるからね、だから結局は根本的なところと同じじゃないですか。うん。結局そういう、は全部、ああ。全てが一つだからさ、まあ結局それを理解うん。してない人は多いけど、ただ、現実問題そこじゃないですか、すべて一個じゃないですか。ね。だから。そうそう。そう、でもいいっすで、ね。まあ、うん。そう、もうね、今、4月の13日ですけど、まあね、人間界ではまだ夏のような感じですけど、自然界ではもう、今、秋ですからな、もうな。あ、もう8月そうなの ?8 月の13って。そう、もう、なんていうかな、朝夕のその風の感じとか、もう海の感じはもう完全に秋にシフトしてますからな。あ、そうなんだ。へえ。そう、だから、言うと、夏というのは実際問題、7月いっぱいぐらいまでのとこですよ。実際問題のところは。あ、自然界においては。そうなんですか。そう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 。自へえ。然界ではね。人間界ではまだ夏ねと思ってるっていうか。そうなんですね。ええ。それすごい。そう、大体1ヶ月ぐらい自然界の方が、我々の体感がちょっと遅れてるっていう感じですよな。なるほど。そうなんだ。いや、それは面白い。興味そ深い。れが、世界で言う残暑みたいな。残暑。それはめっちゃ は面い、じゃあ今日の、ましょうか。白い。今日のテーマ、もう行くの、いきなり。いきなり、いきだっなり。てニュースって、ない。今、あんまり、地まあ、球のニュースある？そこまでない。うん。大きなニュースは、ねえ、もうメディアがひたすら煽ってると。うん、まあ、トランプ自身で煽ってるくらいで。まあ、今日のテーマですね、本当はちゃんとその、前言ってた、四字熟語にもしようかなと思ったらダメだって言われたんで、今日は プライベートビーチにいるということだってで、俺今日、うん。はい。そう、愛ちゃん、この状態で四字熟語って何みたいな。まあね。で、何か夢のある話はどうでしょうかっていうふうにね、いう話が出たので、その夢のある話をしていこうと思うんですけど、で、あ、その、テーマ入る前にちょっと一個ね、ちょっと面白いな、面白いっていう、もうネタじゃないんですけど、ちょっと芸能系のネタで、まっちゃん見てるかわかんないけど、フワちゃん問題ってわかります?これでどうかな?だからわからない。あ、わからない。あ、OK です。じゃあ、やめときましょう。そう、いろいろとね、そのね、芸能人同士の戦いがね、ネットの記事にすごい公開されてたんで。OK です。じゃあ、全然、話戻しますわ。で、今日のテーマ、いいですか?はい。はい。今日のテーマはですね、これからどう生きるのかです。ビーチのところだったんで。ビーチのところだったので、え？これからどうやって生きるかってことですね。要は、なんか夢のあはい。る話をですね、していきたいと思いますけど、まっちゃんのこれからの夢って何ですか?愛ちゃんのこれからの夢は何ですか？ 俺かよ。俺は、1000人の AI のクリエイター育てるんです。それが自分の今やるミッションです。クリエイター育あー。てる。このクリエイターで面白いものを作品作って、それで海外でもそうだけど、いや、あの、せ、世界、あの、日本から世界に情報発信して、それで、世界を日本のクリエイターで溢れさせるんですよ。僕の中では。僕自身がクリエイターの人間なんで、でも、僕の夢として思ってるのは、全員がもうクリエイターになれると思ってるんですよ。だから、まっちゃんだって次のクリエイターじゃないですか。みたいな感じで、みんなクリエイティブってできるんだけど、その才能を封じてるだけなんで、まあ、それを AI の力を使ってクリエイティビティをねってことをやろうとしてる人間ですね。僕は。なるほど。そのために今いろいろとスクール、自分のスクールやったりとか、自分のために今いろいろとやってるって感じですね。はい。動いてるって感じです。なんで、そこは自分の信念としては、もう10年、20年やってもコミットしてやろうっていうふうに僕の中の信念は出来上がってるっていうのは最近すごくありますね。はい。行動がだってもう、なんだろう。行動がもうこう、一直線になりましたからね。はい。そんな状況今で。日は愛ちゃんの語りの。2人?
いやいやいや、そんな語れるほどまだまだの人間ですよ。まっちゃんの方がすごい語れるでしょ。夢の話。俺はまっちゃんの方が俺尊敬しますよ。夢という部分であれば。だってもう夢叶えてるじゃないですか。自分でやりたいことをとことん貫いてさ、やって結果出してさ。ほんで、こうやって自由な時に自由に船乗ってみんなとワイワイさ、行けるってことは、それでもうそれだけで夢叶えてるでしょ。まっちゃんの中の夢は。違うの？どうかな。そんなことないの？何やったっけ、テーマ。あ、テーマはこれからどうやって生きるかですよ。これからどうやって生きこるれか、から、どうやって生きるかって話ですよね。皆さんそれぞれが、それぞれの生き方っていう感じじゃないですかね。まあ、そうなんでしょうけど、でも、結局、なんかの、これからどうやって生きるためにも夢って必要なんでしょう？なんか、まあ、あっちゃん、夢。夢って哲学って難しいけどさ。難しいよな、だいぶな、それな。難しいんだよ。だって、夢って通論の夢にもなれず、なんだろうな、いくらだって夢持てるわけじゃないですか。でも、現実的な夢と現実的な夢じゃない場合もあるけど、そこの境目の難しいなとは思ってるから、なかなかの人って難しいんだろうなと思うんですよ。僕は。だけど逆に、まあでも、皆さんそれぞれっていうことなんやけど、やっぱりそれでも軸になってるのは自然が軸になるん違うんかな、やっぱな。結局、だから、自分の生まれと、まあ、自然が軸、まあ、自然が軸か。なるほど。自然か。山とか海とか神、その自然の神、自然と共に生きていくみたいな、そういうのが、それがもう軸なんじゃないですか、でもやっぱり。そういうことね。しかないと思うんですよね、逆に言うとね、もああ。う。そんなような気はするけどな。でも、自然っていうのは、自然が軸っていうのは、表現が難しいな。例えば、遊び方一つであっても、生活の中の、まあ、食べ物、自給、海のものを取ってくるとか、ね、畑するとか、ね、稲作するとか、まあ、稲作は別にしても畑するとか。あとは山の中で何か取ってくるとか、まあ、そういうものを取り入れていきながら、今までにプラス半分取り入れるみたいな。確かに自然法則だよな。確かにそういう意味だと自然法則の一つかなってのは感じるかな。そう、自然法則。最初に言った話の、天才地要は地震とか、そういうもんひっくるめて、あんだけね、やっぱり、来るか来えへんとか、煽りとかそういうのは別としてでも、そうね。何が今まで一辺倒じゃ難しい。ただそうでしょ。一辺倒じゃなかなか、新しい。あれ？ あれ？ あいつ、はい。あいつじゃん。で、あいつ で、こっちを見てるっていう あ、一緒に行ったのね。行ってるのね。はい、続けましょう。はい。はい、わ かるよ。ねえ、時読んで。どこまで行ったっけ？何どよ。こまで行ったっけ？ねえ、時。夢で自然でしょって話、自然界でしょって話はしましたけど、はい。結局自然界の始まりでしょっていう話はそしこました。取り入れていかんとどうしようもないって言われた。そう、どうしようもないよねって、自然界を取り入れて、うまくやっていこうねっていうの話はしましたよ。その話はしましたよ。自然界の法則って話ですね。夢に関してはどうなのかな、そういう感じなのかな、基本的に言ってると。だいぶスマホ冷えてきたから、また外行く？暑くなってきたかな、これで。いやいや、もう大丈夫、大丈夫。冷えてきた、冷えてきた。よし。いいか。OK。はい、もうだいぶ良くなってきたな、これで。あ、ま OK たやな。ね、だいぶ良くなりましたね。はい。今、4人ぐらいで来てんの？もうちょっとかな。もうちょっとそんなにいっぱいいるんだ。いや、みんなと一緒に船行けるのはいいことっすよね。こうやってね。釣りはやってんの？みんなで行かなかね。釣りやってるんですか？釣いや、り。今回はしてないね。あ、今回は釣りじゃなくて、ボートに乗ってってこと？そうなの。あ、そうなんだ。結構いいじゃないですか、でも。ボートで釣りできるっていうのは楽しくないだいぶ冷えですか？ だからさっき言ってたように、じゃあどうやってこれから行くかっていう話に戻すと、まあ夢という部分があって、やるべきことがあると。
で、その中には自然の法則の動きもあるし、うん。要は世の中がもう自然界でもそのように勝手に動くような法則局面が出てるっていうのは正直あるよね。そうやな。やっぱりそこの人間、やっぱりもともと持ってる魂が、やっぱりそういうものを望んでるというかな。そうだね。あ、結局なるようになるんだよねとは思いますけどね。結局これからそうするな。けど、きっかけが全部もう自動化されてるんですね。もう本当に引き寄せ。そう。なるようになるというのが、あれでしょうな。正論でしょうね。答えで、以上、終わり、みたいな。そうそう、なるように。じゃあ、なるようになるかっていうと、やっぱり前言ってたように、自分の、心の問題というか、自分の受け皿の方をちゃんと作っとかないとダメなんだよね。そうそうそそう。ワンちゃんが。う、そう。ここで大丈夫。はい。月ちゃんじゃ。月ちゃん。でも、奥様も来てるんだ。行ってるんだ。そっか、月ちゃんもいるってことは、奥様もいるってことね。じゃあ、家族全員。ね、なんか、話が全然進まんな、これ。電波が悪いですからね。しかも今日は外からだから余計でしょ？今日はよく、外からでしょ？いろんな人がいるからでしょ？いや、まあまあ、まあ、なんとか進めよう。よし。なんとか、まあ YouTube でもなんかこの番組なんかファンの人が出てきましたけどね、またね、新しくね。なんとか進めましょう。よし。なんとか進める。あ、そうよです。し、頑張ろう。頑張りよ。視聴者の皆さん、グダグダ。だいぶ今日はぐたぐたや。グダグダすぎますよ、こんなの。だいぶぐたぐたやな。本当ですよ。え？答えにないグダグダ感ですよ。座ってもないします。今日のテーマいきましょさっきう。も言ったえ？けど、これからどう生きるかって。これからどう生いきや、るなかるで、ようになるようになる以上なんですけなるど、よ。なるようになるんですけど、ただ、自分の思うままにやろうねって話ですよね。そうやな、ほんとそう。躊躇しなくて、やっぱり自分の信念だって、自分の哲学だって、そういったものはちゃんとやろうねって話ですよね。うん、そう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 。それが、それに、軸が自然が軸になってくると半分ぐらいね。だから結そう局、いうようなイメージですからな。それに関して、いろんな人が、要は、なんだろうな、やってくるというかさ、みんな集まってくるか、うん。こういう感じでしょ？まっちゃんがよく言ってるのはさ。そういう感じになってきて、もうだいぶなってきたな、一気にな、やっぱりな。だから要は隠し通りさなくなってるんですよ。だから結局、え？昔はさ、隠せる時代だったじゃないですか、ういろんなものがさ。でも今はさ、もうん。隠せないじゃないですか、基本的には。オープンになっちゃう時代だし、オープンにできちゃう時間なんですよ。だからオープンにできちゃうってことは、要はつまりどういうことかっていうと、要はもう鏡の法則みたいになってる、きてるわけですよ。だからいいものは悪いものは悪いってはっきりしちゃってる状態だから、その中で、あとは選んでもらうのは皆さんそれぞれでしょって、自分の選択肢はそれぞれでしょって。皆さん信念はあるわけだからさ、ああだこうだって思いますけどね。それはちょっと、本当に。もうあとはなー、だから、まあでも、だん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 面白くなってくるよな、これからな、本当な、これ。あと、やっぱり、この時代はやっぱり自分をどんどん変えていくしかないよ。やっぱり。もうそれしかないな。変えていけば変えていくほど、どん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 レベルが上がっていくもん。で、買いやすくなってるでしょ、今ね。変わりやすくなってる自分を。自分の変革が早くもなってる。だから、自分もそのサーフィンじゃないけど、波に乗りやすいよな、今はな。波に乗りやすいね。だから、乗り方もそうなんだけど、焦げたといっても復帰するのが早いよ。なんだろうね。自分をさらけ出した方がいい時代ですよ。そう、ほんと、だん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 、あ、じゃあそうなってきたよな、これ。すごいまっちゃんとこう話して2年間ぐらいもやってますけど、だいぶ僕もさらけ出せるようになりましたけど、でもやっぱり、自分をどうやって、自分をいかにどうやってさらけ出すとかって大事で、やっぱり。もう全部さらけ出し、そうでしょ。出すやり方次第だよね。本当だに。から、こんなんするとどう思われるんだろうかとか、こんなこと言うと変に思われるんじゃないだろうかとか、もうなくなってきたからな、みんながそ全れ。然ないから、その方が生きやすくなったよね。そうす ると、本当どうなるかっていうと、すげえ思うのはファンができるようになるんですよ。自分の。そうで、なんですよ。自分のファンができるようになると、今度は、そのファンの人たちが応援してくれるようになるんですよ。そうすると、また新しい人がやってくるんですよ。面白い法則だよね。しがらみがどん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 取れていってるんですよ、これ、世の中の。
そう。だから、すごい、まっちゃんに、前教えてもらったシステムだったりとか、の流れてるものだったりとかって教えてもらったじゃないですか。で、それがなくなった瞬間に、解放された瞬間に、生き方が楽になりましたよね。でも、な、その、楽になる人もいれば、楽にな、なってしまう人もいれば、どうしたらいいかわからなくなる人もいるみたい。でも、それは、どうしたらいいかって分かんない人は、それを生き方の方法を教えればいいだけの話じゃないですか。でも、まっちゃんだとから自分で決めるっていうことが。か、まっちゃんだって、だって、あがこだって、まっちゃんが俺に教えたんですからね、それをね。俺だって、逆に言えば、それをシステムとかそういうのなくなった時に、どうやって生きていけばいいか分かんなかった人間ですからね。それを、まっちゃんは教えてくれたわけじゃないですか。これからどう生きるかっていうのも、だからもう自分で決めなさいみたいな話になってるんですよ。そう。結局は、自分で決めなさいって話になってきてるから、すごく、だから、まっちゃんだって、俺の元々の考え方とか哲学は、まっちゃんから来てますからね。ああだこうだ言って。勝手にまっちゃんからもらいましたからね。なんで自分の生き方いや、わかんないんですよ。どうやって生きていいか。だから、いろんな人に教わったもので、僕から自分の中でアレンジしてるわけですよ。まっちゃんってさ、待っても、どうなの？まっちゃんって誰かに生き方を教わったの？なんか生き方っていうか、こう、教わって。教わってないよね。全部自分だよね。システムが嫌で嫌で仕方なかっただけです。俺、それがね、すごくね、最初からそれだったんでしょ？それ、天才だよね、なんかね。勝手な、ね、思うけど。それはでも、天性だと思うけど。ずっとしてる人もおるはずよ。思うよ、やっぱり。なんかおかしいぞ、これと。なんでこんなルールになってるんだろうかとかな。いろんなこと、一時が全部ね。全員がさ、抹茶みたいになれるわけないじゃん。いや、誰でもその日決めりゃそうなるでしょ。違う。いきなり抹茶みたいにシステムに疑いを持つ人ってどれぐらいいるかって話よ。どれああ、だそれけ。はあるよ。いろんなことを書きながら役所とか見たりとか、余計わかるよな。なんなんや、これはと。だから結局、だどういう。から、そうだよね。そうだよね。だから、誰が決めてる。まあ、いろんなことがね。よりそっち側の方にいたからこそ、要は、何これ、ちょっとめんどくさい作業、このシステム何っていうふうに感じるようになって、それを、なくしたわけじゃないですか。ね、まあでも、なるよ、皆さん、本当、本当、今年、来年はさらに面白いぞ、これ。もうね、抽象度が高すぎてみんな分かんないと思うんだよな、まっちゃんの言ってることな。もうそれを、いや、もうさらに解放へ向かいますからな、解放やからな、テーマは。でもね、俺思うんですけど、まっちゃんの家の人たちはみんな解放してますからね。テーマは解放や。まっちゃんの、ファミリー、まっちゃんファミリーは解放ファミリーですよね。全員解放してますよね。はい。もう地球上がそうです。もう、はい。しますから、皆さん、それぞれやってください、みたいな。そんなことないやろ、あいちゃん。そうね。それぞれ勝手にやってくださいねって。もと同じ話やから、今日は、進まんな、こら。今日はもう諦めよ諦めますか？これで終わりますか？う。いや、今日はこの程度で皆さん、かな。電波がすごい大変なんで分かりました。勘弁してもらえませんかみたいわな。かりました。今回は電波が悪いということで、また来週ちゃんと収録を。まあ、こういう歌もええ。僕が大変なんですからね、カットしながらこれやってくるんですからね。さすがにこれをフルで出すことはいかないんで、ちょっとカットしながらやっていきますが、そんなできない形やつもあで、るからな。そうですね、そんな形で終わります。ちょっと待って、最後にじゃあもうちょっと、あれ、この暑さ、もう自然界は秋なんやけど、ちょっとすごいよ、この暑さ。いくよ。この暑さ。ああ。こんな感じ？いいねー。こういうとこ？いいっすねー。俺、お金持ちになっていこう。いや、あれ、ま、ん？いいところだねこ、今日はこれで十分やんな、みんなな。まあ、かな。
ちょっとブレブレですけど、まっちゃんね。だいぶ今日はぐたぐたでしたけど。もう誰がいるわ。誰だろう、俺は。誰がいる。誰が誰。こういうとこで読書したいんですよね。え、何？こういうところで読書したい。読書、本読みたいよね。ああ、そうやな、あいつやな。こういうところで伸び伸び本を読みたいっすね。いいっすね。めっちゃ正しいじゃないですか。この風景。いいっすね。のどかで。ね。だいぶタグタでしたな、これ。全くグダグダですね。もう、番組になってないんですけど、まあ、たまにはいいんじゃないですか。はい。というわけで、今日は番全く番組になってませんが、組になってません。大丈夫です。まあ、なんとかしましょう。は勘弁してくださいと。い、わかりました。はい。はい。いうことで。はい、皆さんでは家族の皆さんによろしくお伝えください。はい。ではでは。はい、じゃあ今日はこれまで。はい、じゃあお疲れ様です。はい、さようならです。はい、さよなら。そうです。